木原賢治は、京都府聖火町出身、大阪府八尾市在住の日本の技術者、発明家、朝日電気化成株式会社の特別顧問。独特な発明品で話題となり、メディアにも多く出演している。発明品のうち、串抜き皿など実際に商品化されたものもある。月曜から夜更か市では、急須を使わずお茶を飲める、お茶パーという発明品を開発する様子が、 コーナー化されて放送された。また、朝日電気化成株式会社の特別顧問を務める。1938年、京都府聖火町にて農家の次男として生まれる。高校卒業後は大手企業で経理担当の社員となる。1978年1月、発明入門書発明は誰にでもできるを読んだ木原は、主婦が考案した発明が商品化され、 一角千金を得たという記載を見つけ、凡人に無縁と思ったが、僕も一角千金は夢ではないと考えるようになる。翌2月には、産経新聞の企画、産経ファミリー発明クラブ第一回検証募集に、ろうそく連単を応募し、5000円を獲得する。その後、木原は、賞金が出る発明コンテストに応募し続け、1980年、 富士テレビの鎮発明コンテスト番組で3位入賞。さらに1985年の関西テレビの番組では、草履の裏にゴム印を貼り、床に並べた年賀状にスタンプを押せる鎮発明品、青竹踏みスタンプ草履で優勝する。1985年以降、週刊誌や新聞などで、何話のエジソンと紹介されるようになり、今に至る。木原はに、 次の5箇条をモットーとした発明を行っている。たけしさんは超異人伝説1998。レンタンに火をつけやすくするために、レンタンの上部にろうそくをドッキングさせるというもの。見た目がバースデーケーキのようでもあり、バースデー感覚を味わえるという触れ込みで応募された。ABCDEFGHIJK テレビで、引っ張りだこ、何はのエジソンが、人発明にこだわる。 理由2020年2月21日2時21分、閲覧 ABCDE。僕は、何話のエジソンです。ハット ABCDE テレビで引っ張りだこ。何話のエジソンが、陳発明にこだわる。理由2020年2月21日2時21分、閲覧。ありがとうございます。